合衆国カリフォルニア州チューブキングス郡の都市であり、ハンフォードコーコラン都市圏に属している。ハンフォードからは南南東に7マイルに位置し、標高は207フィートである。2000年国勢調査による人口は14,458人だったが、2010年では24,813人となり、72%増加している。ココランは、 カリフォルニア州立高ココラン刑務所があることで有名であり、チャールズ・マンソンや不安コロナのような名の知られた服役州が体制収容されている。別の施設としてカリフォルニア州薬物乱用治療施設、州立高ココラン刑務所も市内にある。2007年9月時点でこの2つの刑務所の合計で13,144人を収容している。 この服役者数はアメリカ合衆国国政調査局もカリフォルニア州財務部も市の人口に含めている。つまり二つの監獄に収容されている人の数が市の人口のほぼ50%に達していることになる。コーコランの町は南カリフォルニアの著名土地開発業者で西部では150ほどの町を作ってきたホバート・ジョンストン・ウィットリーによって設立された。ウィットリーは 高古蘭の町の建設で指導的な役割を果たしので町のメインストリートにその名前が付けられている。ウィットリーが1905年にこの地域を見に来た時には、鍛冶や小さな店舗、点在する家屋と草をはむ野生の豚、馬、牛の群れがいる緑豊かな未開発の土地が広がっているだけだったが、ここ沖に入り3万2000円間の土地を購入して開発を始めた。 ウィットリーが設立したバンナイズやカノガパークなどサンフェールナンドバレーの街と同様にロサンゼルスの重要な事業家の支援でその所有地の価値を上げた。当初はロサンゼルスタイムズの社長ハリソン・グレイ・オーティスにちなんでこの街をオーティスと名付け通りの名もオーティス、シャーマン、レッツ及びロスと名付けたがこれらもオーティスとの結びつきを示している。ウィットリーはそれまで 西部の町150ほどの所有権を取り、購入し、設立してきたが、コーコランの町が最高期のものになった。ウィットリーは、その不動産会社の社員、JW ギバーソンをこの地域に移転させた。ギバーソンはこの地域社会の開発者の一人となり、コーコランでは最初の家屋と事業所を建設した。その家族も地域で初の教会建設に貢献し、 それが1914年8月14日に町が自治体化される契機になった。当時も今もコ,ーコランの経済基盤は農業である。当初最も成功した作物は穀類アルファアルファ及び天才だった。農場経営の JG ボズウェル会社が1921年に設立され、現在でも市内の主要雇用種となっている。最初の郵便局は1901年に開設された。 高校欄は、北緯36度05分53秒整形119度33分37秒、北緯36.09806度整形119.56028度、36.09806-119.56028に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は6.4平方マイルであり、すべて陸地である。 カリフォルニア州立コ,ーコラ欄刑務所の空中写真以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カリフォルニア州議会では上院の第16及び下院の第30選挙区に属している。連邦議会会員ではカリフォルニア州第20選挙区に属しており、クック投票動向指数は民主党プラス5となっている。2010年時点州会議員は 共和党議員、就職員と連邦議会会院議員は民主党議員が務めている。キングス軍管理委員会にはリチャード・ベールを送っている。コーコランの公共教育はコーコラン統一教育学区が管轄している。この学区には7つの学校がある。コーコランにはアッチソン・トピカーンド、サンタフェ鉄道を引き継いだ BNSF 鉄道が通っている。コーコランを通る本線は サンフランシスコベイエリアとベイカーズフィールドをつなぐ線の一部である。この線は1898年頃にサンフランシスコサンホアキンバレー鉄道が建設した。今日、アムトラックのサンホアキンがコーコランの駅に停車する。1910年から1934年、キングスレイクショア鉄道がコーコランの南西から現在はなくなったトゥーレアリコまでの鉄道を運営していた。 2010年12月、カリフォルニア州高速鉄道局がマデラに近い、ボーデンからカリフォルニア高速鉄道の第一期分建設を開始し、これが高コランまで伸びる。その建設は2012年開始を予定している。ありがとうございます。